お前、フーがどうしたか知らないか。知らない。二人は行方不明になったと言われている。そうか。フーもどこかで江戸転生されているのかな。その報告は受けていない。シノ、俺の昔話になぜ付き合う。誰も呼びに行かないが、俺をどうやって止めるつもりだ。時間稼ぎだとは分かっている。なぜなら虫の培養にまだ時間がかかるからだ。相打ち覚悟だろうが、それは無理だ。俺に接近戦を仕掛けるな。虫が使えない以上これじゃ。誰か遠距離タイプを呼んでこい。封印術者もだ。そんな知り合いは今いない。シロ、お前ナルトか。分身だけどよ。お前のチャクラを感じて来てみたんだ。あれが本部から連絡のあったやつか。よくお前が俺のチャクラと分かったな。修行の成果だってばよ。いや、そうではなくて。シノ、迂闊に攻撃させるなよ。とにかくぶっ倒せばいいんだろ。ぶっ倒せば毒虫が飛び散る。それに相手は江戸転生だ。封印しなければダメだ。ソト、あの人に触れるな。毒虫に感染する。触れるばかりではない。独人の術。逃げろ。絶対に吸い込むな。触れたり吸い込めばこうなる。ナルト、お前封印術はないのだな。お前はあんのか。封印札は持たされている。だがこれを貼り付ける術は今のところない。その札を捨てろ、シノ。俺は邪魔者を排除しなくてはならない。体が勝手に攻撃を仕掛ける。シノには指一本触れさせねえ。俺が動きを止めてやる。指一本触れてはならないのはなんとお前だ。なぜなら。なぜならはいいよ、シノ。気をつけろよ、陣中に。根で仕込まれた暗殺術。知るかよ。中力、俺を倒せ。封印しろ。そうでなければ俺はこのまま。おい、大丈夫か。下がってくれ、ナルト。お前、ここからは虫使い同士で肩をつける。お前一体どうして。俺の毒虫が触れたはずだ。毒虫が触れたのはこの俺の虫たちだ。あなたは俺の兄のような人だった。あなたとの思い出代わりに俺はあの毒虫を飼育した。餌に俺の虫を与えて育て続けた。何年も何世代も育てているうちに毒虫に抗体を持つ虫が生まれた。それがこの虫だ。抗体を持つこの虫はあなたの毒虫に触れても死ぬ。虫使いとはいえそんな特殊な虫を蛍光などしないはずだ。ましてやこれだけの数など。あ、
常に連れ歩いたのは10匹程度だ。それをこの場で培養させた。術の結界のせいか、計算より早く済んだ。シロ、お前は時間稼ぎだとは分かっている。なぜなら虫の培養にまだ時間がかかるからだ。相変わらず怖くな。昔ほどではない。なぜならもう一人ではないからだ。すまないが封印する。お前が謝ることはない。この中はどうすりゃいいんだ。大丈夫だ。十社が封じられた以上、虫はやがて死滅する。ケリはついたんだな。行ってくれナルト。キバやヒナタが向こうに。うん。俺は根に行かなくてよかったと思っている。なぜなら。おい、おめえはどうすんだよ。早く来いよ、シロ。なぜなら、友ができたからだ。